姫川玲子シリーズシンメトリー。シンメトリーは、本田哲也による警察小説。姫川玲子シリーズ第3作で初の短編集となる。公文社の小説宝石にて掲載された全7編の短編から構成され、2008年2月に単行本、2011年2月に公文社文庫が刊行された。警部補、姫川玲子が、 事件の捜査活動を行う中で、その真相と司法の間に存在する、割り切れない闇が描かれていく。本作からは2012年には、姫川玲子シリーズを原作とした、富士テレビ系列連続テレビドラマ、ストロベリーナイトにて、シンメトリー、右では殴らない、杉田、まさよし、足木美が、2013年には、続編スペシャルドラマ、 ストロベリーナイトアフターザ・インビジブル・レインにて、東京、左だけ見た場合が映像化される。構成やタイトルがシンメトリーを成しているのが特徴である。書質はいずれも小説宝石。姫川玲子は、かつての先輩刑事であった小暮と清の墓参りに、妻の稽古と共に来ていた。途中、玲子は、自分がよく知っている女性が先に、お参りを済ませている姿を見かける。 気厳そうな顔をする稽古に、玲子は、きっかけとなった事件の話をする。6年前、品川署の強行犯係にいた玲子は、巡査部長の小暮と組高等学校で起こった女子高生転落事件の捜査を行う。ある女子の水泳部員の事情聴取を行った玲子は、彼女が顔に怪我をしていることや、異常な反応を示していることを不信がある。しかし、検視や、 鑑識の結果、自殺や他殺そして事故とも取れない不自然な状況が残っていた。疑問が残る中、玲子が聴取した部員は他の部員からいじめを受けていたことが判明する。そして玲子と小暮はその部員がある行動に出るのを目撃する。その時、小暮は秘密にしていたことを彼女に打ち明ける。玲子は在庁日を利用し、観察医の国屋と食事を取りに行った。 そこで国奥は女子高生監禁殺害事件と強姦殺人事件の容疑者が相次いで謎の死を遂げたという話をする。何者かの意志が感じられるという国奥の言葉が引っかかった霊子はこの2件について調べ始める。心身喪失で無罪となった監禁殺害事件の容疑者、あずまてを犯行当時未成年だったため1年と少しの 金庫刑で出所した強姦殺人事件の容疑者、大庭氏。罪が軽すぎることを感じながら玲子は二つの事件の捜査に当時警部補だった倉田修司がいることに気づく。しかし、倉田は三年半前に退職していた。二つの事件の捜査に参加した、もう一人の刑事に接触した玲子は思いがけないことを知らされる。観察医の国奥からの要請で、 観察医務員に来た玲子。そこで、相次いで激症肝炎で突然死した男から、違法薬物が検出されたことを告げられる。覚醒剤取締法違反程度にしか認知していなかった事件を、玲子は連続殺害事件として、取り上げ捜査を行う。その後、被害者の携帯電話のメモリから共通して、登録された番号から、有名不動産会社で、部長補佐を務める男。 下坂祐一郎が契約者として浮上、実際の使用者だった女子校に通う17歳の娘、三木のところに行き着く。三木をうまく警視庁に誘導し、聴取を行う霊子だったが、三木の生意気な態度に、法の番犬をなめんなとばかりに社会というものを解いて、相手を言いまかす。三木は被害者たちに売春を行っていて、その際、あるものを横流ししていたのであった。 JR の元駅員、徳山和孝。駅員の仕事にやりがいを持っていた。彼は、女子高生の小川み春と親しくなっていた。だが突如として、列車の脱線事故が発生。三春は、列車の下敷きとなって死亡。徳山も、彼女を助けようとした際に右腕を失う重傷を負った。事故の原因は飲酒運転をしていた。米田康氏の車が踏切を無視して列車に突っ込んだ。 ことだが、当時危険運転致死傷罪が存在していなかったため、米田は5年の実刑で住んでいた。この事故以降、徳山は、米田の殺害を決意、被害者と遺族の会から、情報収集をしていた徳山は米田を事故現場となった踏切におびき出して視察し、その遺体を電車に引かせて、体を真部達にさせた。しかし、徳山の前に事件を捜査していた姫川が現れる。 赤羽根二丁目のマンションで、ロープで首を絞められた男性の遺体が発見された。事件は自殺か他殺かは判別せず、そして通報者の女性、春川光代は姿を消していた。事件の担当となった姫川藩は、光代の捜索を開始、玲子が商店街のアーケード下の人の群れの中で、光代を発見する。光代への事情聴取を始める玲子だが、光代は何も応じようとはしない。 遺体の検視をした国奥から、遺体の右半身だけ守護硬直が遅れているという報告が上がり、三代のある行動を推理する中、三代は自分が殺したと自供する。しかし、それでも遺体の蘇生を語ろうとはしなかった。三代は男を殺していないと直感する霊子は、現場からの押収品の中に赤い缶に入った暴力団関係者とおぼしき者が写された複数の写真と、 それが置いてあったライティングビューローの中に橋置きのような木片を発見する。そこから三代と男が辿った数奇な運命と木片に込められた意図を知る。ありがとうございます。